御堂関白記の一部、御堂関白記は、藤原の道長が表した日記。北条寺摂正記、北条寺入道左大臣記、御堂漁記、入道伝語日記、御堂おこみなどとも称される。この家の陽明文庫が所蔵する、自筆本十四巻、古写本十二巻が伝わる。国宝に指定、現存する世界最古の直筆日記とされ、平成二十三年五月には、 ユネスコ記憶遺産に推薦、平成25年6月18日に登録された。藤原道長は、平安時代の貴族の摂政代将大臣で、1条、3条、5一条の3代にわたって、左大臣や内乱を歴任し、日記ではその間の詳細を綴り、同時代の貴族が記した、正雨期、今期などとともに、当時の貴族社会を知る重要な資料となっている。 道長は、生前、一度として、関白となっていない。未道の名称は、晩年の道長が、北条事務領順位を建立して、未道殿、未道関白殿と呼ばれたことによる後世の故障である。しかし、未道関白期の故障は、江戸時代にはすでに通称になっていたようである。平安末期までに36巻が損したとされるが、現存するものは、長徳4年から、 治安元年の間の記事で、直筆本14巻が伝わっている。古写本の筆者について、従来、道長の長男より道によるものとされていたが根拠は、乏しく、現在は、より道の子、諸ろざかもろざ有志の忠実によるものと、考えられている。本書を後世に抜き出した、未道魚記章などの断階も残り、それによると、道長は、 日記の日付から3年を遡る政権を獲得した、蝶徳元年には日記を記し始め、何回かの中断を経た後、観光元年からは、継続的に書き続けていたことが分かっている。日記は、愚痴歴に書かれており、文体や筆跡には、道長の性格のおおらかさが見て取れる。内容は簡潔ながら、当て字、脱字、誤字、また重ねて字を書いていたり、戸末、蕎麦書き、 省略、伝統などが参見する得意な文体となっており、文の意味が不明だったり、文法的な誤りが多い。このような文筆は、同じ藤原石管家の藤原忠実による、都の歴、藤原市通による、五二条市通記にも見られる。また、当時の読み癖を伺うことができる。観光5年12月20日上の裏書きには、この絵道継の日記、 個人新印関白器が抜き書きされている。これを記したのは、この絵の豚だとされ、折状の状態にしていた自筆本のうち、観光五年の裏にだけ日記を写した上で、元の巻子本に戻し、表紙をつけた。死守のこの絵のぶひろがこれを発見し、経紙の下題に、裏の豚だ子主席、次元文も解いたり三年抜き書きと書きつけたという。道長が、 未同関白期を記した契機として、子供に対する意識があったためであったという。文法の乱れによる解釈から、戦前には、黒板勝美らが、石棺政治は、天皇家に代わって、国政の全般を掌握していたとする、万所政治説を唱えていたが、現在は、日記の内容から、万所の下し文やご教書は、石棺家内部の私的な通達に過ぎないとされ、 説は否定されている。A.B. 倉本和弘、藤原道長、未同感白期前現代五百上官、はじめに、未同漢白期、ザ・オリジナルハンドリトゥン・ダイアリー・オブ、藤原道長、ユネスコ、2013年6月19日閲覧。例として、考えを定むという意味では、抵抗という語順で、上、高と読むべきところ、上皇に通じることを避けるために、 考えてと書いて、工場と読む例が多いという。倉本和弘、資料を紹介、未同蛋白期自筆本の裏に写された、個人新蛋白期、日本研究44号を掲載、445から462ページ、2011年。ただし、同行に示された写真には、裏有り部院校うんぬと、有事が見える。藤原の道長、未同蛋白期前現代語役下巻 後書き初の現代語訳、小役版、ありがとうございます。